どうも、こんばんは、NM です。皆さん年末をどうお過ごしでしょうか。僕は冬季休暇に入ってから毎日毎日、だら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 しのない生活を送っているところですね。今回この動画の趣旨として、今年あったこと、今年を振り返ってと、来年の抱負ですかね、それをお話ししていけたらいいなと思います。あんまり長い動画にするつもりはないんでね、ぜひ最後までお付き合いください。今年はそうですね、僕にとって大きく成長できた年になったんではないかなと思いますね。その一つが就職活動を経験したこと、3月に就活をスタートさせて、もう一度そこですね、改めて自分っていう人間をこう見つめ直すというか見直す機会があって、自分が何をしたいかとか、そういうのをはっきりと、ね、明確に自分に気づかせてあげたっていうか、そういうことができたと思いますね。で、就活をするにあたってですね、当然県内だけとかじゃなくていろんなところに行って、香川県から出てね、東京に行ったり、どこ行ったっけな、関東とか岡山の方とか、いろんなとこ、大阪とかね、いろんなところに行って、そこでね、行った場所でいろんな人と喋って、例えば企業さんとか、その土地の人とかとか、いろんな話をしたんですけど、自分と違ったこう考え方とか、なんか物事に取り組む姿勢とか、価値観とかをですね、そういった話を聞けて自分の中にうまく取り込んでいけたんじゃないかと思いますね。なんで就活する前の自分と就活し終わった今の僕とでは、ほとんど、そんなに変わってないっちゃ変わってないのかもしれないんですけど、僕としては結構そうですね、なんて言ったらいいんだろうな、やっぱりこういうのは経験しないとうまく言えないんですけど、いろいろ成長できたと思いますね。はい。次にあれですね、ネットでの活動ですね。大学に入って動画投稿を始めたんですけど、今年は特にその活動を活発に行えたと思ってます。見てくれる人もですね、こうどっと多くなったっていうか、この1年で結構グーンと伸びたんですけど、その多くなった反面、動画のクオリティがですね、あんまりこう向上してないというか、質が逆に落ちているような気もするんですよね。それなぜかっていうと、結構その動画投稿とかを YouTube とかでしてる人っていうのは、毎日投稿を意識してる人が多いと思うんですよ。でも毎日投稿する人はやっぱりこう見てくれる人も、毎日見てくれるって言ってますし、でも僕もそう毎日投稿を意識してた時期もあったんですけど、それだと僕の場合ただの作業になっているような、そういう気がしてたんですよね、その毎日投稿をしてた時には。やっぱり、そのめちゃくちゃクオリティは高くなくてもいい、でもその一本一本の動画を大切にしたいっていうか、そういう考え方でやっぱり毎日投稿は自分に合ってないような気がしましたね。なんで一つ一つの動画を大切に作っていきたいって思いました。はい。来年の抱負をちょっと一つ二つ言いたいと思います。今年の抱負が、登録者3000人っていうのを目標にしてました。でも今現状約6500人ぐらい登録者がいるので、だいぶ行きましたよね。ここまで行くとあんま思ってなかったんですけど、なんで来年の目標は1万人っていう風に置いときたいと思います。妥当なんじゃないかなと。だいたい今年伸びたのが4000人ぐらいなのかな、もっと伸びたのか、4000人そこそこ伸びたので、来年は1万人ぐらいで、それともう一つ、来年の4月から僕は社会人になりますね。
仕事が始まって多分毎日忙しくて、1年目なのに多分忙しいっていうか余裕がないと思うんですよ。でもそれでも早くその生活に慣れて、うまくね時間とか自分を管理してね、ネットのこの動画投稿っていう活動とそのリアルの仕事とか、まあ、遊びとか の活動っていうのを両立してね、うまくやっていきたいと考えてます。まあこんな感じですかね。今年の振り返りと来年に向けての抱負をダラダラと喋りました。皆さんもですね、来年の抱負とか何か考えていることがあればコメントにでも適当に書いていってください。ではまた来年ね、今頃またこんな動画を1年後上げると思うんですけど、その時も同じような感じでこの動画を懐かしみながらお話できたらいいなと思います。では皆さん、良いお年を。